アニメ勢号泣の1枚、ジョギラゴン&ジョニー J の旅路、無色8コストパワーが1万、ジョーカーズドラゴン、革命チェンジ、コスト5以上のジョーカーズ、ダブルブレイカー、出た時カードを1枚引き、その後手札を1枚捨てて、こうして捨てたカードがジョーカーズなら、そいつの持つこのクリーチャーがバトルゾーンに出た時で始まる能力を1つ使っても良い。相手は自身のターンに1枚しか呪文を唱えられない。現在は悲嘆蛮族と呼ばれるデッキに採用されています。さて、なんやかんやで革命チェンジして4ターン目にこのカードを出して某じいさんを捨てると、なんやかんやで勝つこのデッキ。だいぶ前に紹介したジョラゴンのリメイク版で、ジョラゴンが現役だった頃は悪魔的に強かったのですが、本家であるジョラゴンはオリジナルフォーマット施行とともにお亡くなりとなりました。したがって現代での使われ方は1回ポッキリ使い切り、完全にコンボパーツと化しています。基本的にこれ1枚から勝ちにつながるジョーカーズは少なく、悲嘆蛮族登場まで環境からは完全に姿を消したのですが、また次回以降紹介するカードで現代のこいつがいかにヤバいのか分かることでしょう。ただしこれは少し悲しいお知らせで、かれこれ5年近く続いたジョーカーズプッシュも来期の新シリーズでは終了となる可能性があります。ジョーカーズはジョー君の相棒だからです。つまりこいつの長い旅路もついに終わりを迎え、無限と思われたジョーカーズの強化も次弾あたりが最後になるかもしれないことは覚悟しておいてください。ということで、ジョギラゴン&ジョニー J の旅路、関連カードについてはまた明日以降詳しく解説していきます。ジョーカーズが終わるかもしれないってなんか信じられないですよね。ドラゴンと同じかそれ以上に優遇された種族だったので、本当に一つの節目になることでしょう。まあつってもね、新シリーズの詳細はまだよく分かってないので、もしかしたらしれっとジョーカーズいて今後もね強化され続けるのかもしれませんが、まあそんなことはないような気がします。コメントではぜひこのカードに対する意見感想エピソードなどお待ちしております。それではまた次回のカード解説でお会いしましょう。